ギガ連射。ということでね、今回やっていくのはこちら。クターの金魚すくいスプラッシュ。スプラッシュ。クターの金魚すくいだけだったら、まあ大体想像のできるゲームなんだけど、このスプラッシュがついたことによって、なんかね、よくわかんないんですよね。あらすじ見てもね。まあ、あらすじ読んでいきます。ほい。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、時折、ものすごい集中力を発揮して、体感速度を操る驚異の無表情キャラクター。みんなで遊びに来たテクノ夏祭り公園で恒例の金魚すくいに挑戦だ。一直線に線を描くようにして、金魚をなぞり、次々とすくい続けよう。金魚以外のものをすくってしまったり、すくうのに失敗するとゲームオーバー。クターが集中すると全てがゆっくりに見えるぞ。集中力が切れる前に金魚の場所を見極めて一気に救おうという、まあ、あらすじなんだけど、あらすじというかまあ説明文なんだけどね。なんかね、一直線に線を引くように金魚をなぞるとかこの辺がよくわかんないんですね、なんだか。まあ、初見プレイでやっていこうと思うんですけども。さあ、見てみましょう。1位からの順番こうですけどね。なんか、数字が結構刻まれてますね。2刻みぐらいか。1位はセシル。この名前見たことがあるな。セシル、2位、しんのすけ、3位、みゆき、26。以下。すごい刻まれてんの。これ見るとちょっとね、身震いするね。めっちゃ刻まれてる。多分、フェイストラッキング怪しいな。多分、この線を超えるあたりはもう神の領域だと思うけど、団子だしね、900台がね。わかんない。やってみないとわかんない。とりあえずやってみます。さあ、初見プレイ。第1回目のプレイはどうなることやら。お、結構ちゃんと金魚すくいしてるな。音うるさ。どういう感じかな。こういう、ほ？ほん？ポイはさ、ポイはどうなったら壊れるの？こうか。何回かできるんかな。壊れるまでいける感じか。これいい感じじゃないか。これ意外に少ないよな、今のな。見極めろ。動きを見極めろ。明鏡止水の心意気だ。なるほど。虫をすくっちゃダメなのか。あのなんか虫みたいなやつ。うお、170。オッケー、わかった。いろいろわかりました。もう間違いない。もう迷わない。今に見て俺。つまり、ロングストロークすると、虫を取っちゃう可能性が上がるってことでしょ。これすごいよ。素晴らしいコンボを決めたね。横に。主に横の動きって、これ取ったらいかんねん。そういうことやろ。金魚すくいのメッカといえば、奈良県にある大和郡山市。だっけ。一度行ってみたいと、常々思ってる。ここで。これは俺結構向いてるかもしれん。動体視力。ダメか。ピーンってなっちゃう。見るともなく全体の画面を見ること。そういうこと。見るともなく全体の画面を見てるつもりなんだけど、あのクリーみたいなやつが視界に入り込んできた。これラストにしますか。これはいい。このゲームはいい。このゲーム非常に良い。好き。11コンボ。もっといきたいね。コンボ数もっといきたい。
テテテレン、テテテレン。テテレテテテレン。10コンボぐらいじゃちょっと、満足できない体になってしまった。これいけるよ。あ、ちょっと、はい、遅い遅い。あー、ここら辺から栗みたいなやつが来ますね。だが、まだ伸びる。俺のスクワはまだいける。金魚すくいを。金魚すくいやらしてくれ。もっと金魚すくいよ。もっと金魚すくいやらしてくれ。いやー、変なのいる、変なのいる。これは難しいぞ。あー、なんか自分との戦い的なところあるな。タイスコアへの戦いみたいな。今3ついるね。一旦、場を外して。三つの動きを、三つとも目の視界の中に入れつつ、がっつり取っていく。うわ、難しい。あはは、難しい。もう目がおかしくなる。あー、きついな、これは。こりゃきついな。ダメだ。きついなぁ。まあまあなんだけど、1000行かしてくれ。ちょっと1000行くまでやります。ダメだ。入ってっかなぁ。入ってんなぁ。ダメかぁ。よし、やっていきます。これはこの動画ここからは下手くそなプレイの後の2時間後のアザラシです。最初の初見プレイと初回の数回分の後の2時間後のアザラシです。2時間後のアザラシ失敗するの巻。さあやっていくぞ、さあやっていくぞ。スーパープレイをお見せしよう。もう先にスーパープレイで言っとく。もうね、スーパープレイの域まで来ました。もうね、前回でね、この動画の冒頭見てもらったアザラシとはね、2時間後のアザラシです。あれは過去のアザラシ。今のアザラシは違うから。見よ、このプレイングの違いを。いろいろ分かったことがありましてですね。本日、ラスト。もうこれ以上は無理。これ以上は無理じゃ。なんとかね、1000を目指してずっと頑張り続けてたんですけど、1000超え？そんなに名前優しくなかった。クタの世界ってのは。1000は超えるもんじゃね。いろいろ分かったことがあって、こうやって、まあ、コンボ感が繋がるっていうことは分かったんですよ。でもコンボ感が繋がることはスコアアップとあんまり関係ないってことにも分かったんですよ。よく見りゃ分かるけど、このコンボのポイントって後で加算されてるだけなんで、100とか50とかになっててもコンボがね、結局20とかのコンボと総ポイントは変わらない。じゃあこのコンボの利点は何なのかって多分、いや特に分かんないんだな。そっちよりもやっぱり早くやることによって、あの邪魔虫があんまり出てこない。早くやりつつも、いっぺんにたくさん。これ大事。いっぺんにたくさん。この基本をしっかり押さえる。いっぺんにたくさん。いっぺんにたくさん。もう無理。もう無理だから。もう無理だから。もう3とかしか無理よ。ここからも刻むしかないな。
細かく刻むしかない。線の高みを超えるために、超えさせてくれ俺に線の高みを。あともうズバッとやっていけるな、線の高みを。ダメか、ダメだね、ズバッとやって、あ、ダメだ、見させてくれない俺に線の高みを。はあ、緊張するね。見てこの画面もう何もわからんから、ダメだね、ダメだね、違うね。よかったね今、あ、よかったね今、線の高みを目指してくれ。ダメだ、ウニしかおらん、ウニしかおらん。あ、いけた、今いけた、早すぎる、いけた、今いけた、間に合わないな、もうもう無理だこの状況下に安全な一手なんかあんのか、ないわ、もう一本も引けないんだよな、早すぎて。よし、超えた最後もう巻き添えにする形で戦後、あ、よう頑張った、よう頑張った。アザラシランキング見てみましょう。戦後刻んだね、刻んだね、このクター界に名を残したね。1027、1100、1219、1005、まあようやったでしょう。うん、ちょっと喋りがね、どうしたらこうなるかとかちゃんと言いたかったんだけど、もうダメだった。体力的に2時間3時間やり続けて、やっと1000の壁越えたけど、本当にこのセシルって人の1400は、いやー、ちょっと信じられないな。まあ、こんなとこですね、今日は。今日っていうかまあ、この、タイトルが思い出せない。クターの金魚すくいスプラッシュはね、すごいぞ。1回目か2回目ぐらいのプレイの後、そこから2、3時間時間が飛んでるからね。パーンと飛んで、やっと1000超えたけど、やっと1000超えるのがやっとだった。はぁ。疲労困憊だな。このシーンいらないな。まあじゃあこんな感じで。また次のクターの実況でやりましょう。ほなまた。